カネ放送切り抜きオンライン。それではいただいたメールをご紹介します。1つ目はラジオネームパンダまみれさんからです。ありがとうございます。金谷先生こんにちは。いつも楽しく拝見しております。ラジオですから聞いた方がいいのかもしれませんね。金谷先生に質問があります。共通テストがあと1ヶ月になってしまいました。とても不安です。まだまだ共通テストで高得点を取れるところまで行っていないので、やらなければいけないことは山ほどあるのですが、残された時間の中でどこからどのように手をつけていいのか見当がつかずに困っています。どのようにしたらよろしいでしょうか。ちなみに共通テストタイプの模擬試験では60点から70点くらい取れるのですが、志望校に合格するためには80点くらいは必要です。アドバイスよろしくお願いします、ということです。先生いかがでしょうか。もう本当この時期ってみんな困るんですよね。なんでかって言ったら、やらなきゃいけないことはあまりにもたくさんあるんだけど、それを全部やってたらとてもじゃないけど入試には間に合わない。だからといって何もしないっていうのもあれだし、何していいんだろう、じゃあやみくもにっていうのもあまり良くないと思うんです。それでね、ちょっと今回は本の宣伝になりますけど、ここは分かってください。私は参考書を書く理由というのは、皆さんが家庭学習のところ、私皆さんのところにずっと24時間張り付いてるわけにはいきませんので、皆さんの家庭学習の時に困った時にこれ使ったらこれ使ったらこれ使ったらという形で書いています。ですからその時にどういうものを使っていただきたいかというと、まずはこれもお持ちの方はまあ、やってると思いますし、お持ちでない方は今からでも間に合います。それは一体何かというと、こちらの一問一答の中のこれ答申から先月出ました共通テストの一問一答ですね。これをね、まずね、一通りさらう。さらって何をするかというと、ここで大事なことは自分が抜けているところ、それを見つけるということです。ここで大事なのは残された時間何をやるか、これは一つです。自分が抜けてるところをいかに多く見つけて、いかに多く埋めていくか、今持ってる力にどれだけ上積みできるか。もちろん目標はあるかもしれませんけど、今の段階は目標を考えちゃいけません。とにかく残された時間でどれだけプラスアルファ、どれだけ上積みできるか、ただそれだけを考えていただきたいということなので、そのためにはまず一問一答で自分が抜けてるところをしっかりとチェックするということ。これが第一点です。でそれで抜けたところ、抜けてるなと思ったところ、これね、やり方としてはどうするか。明らかに分かってないものはバツしてください。そしてなんか勘であった、丸バツ問題なんで、なんとなくあっちゃった、それは三角にしてください。で分かってる問題は問題番号そのもの消していいです。なぜかそこは飛ばすんですね。つまりどういうことかって、そうすることによって自分の苦手なところだけが残った参考書、これはもう世界に一つのあなただけの得点を上げるための参考書になります。これをしっかりやること、そしてもう一つはそれと同時にやっていただきたいことというのはね、まあもちろん抜けたところに関してのね、センターの一問一答っていうのはこれね、右にね解説取ってるから、その解説で学んでください。教科書とか参考書戻ってもいいけど戻らなくてもいいと思います。あともう一つは何かというと、やはり過去問です。で過去問に関しましてね、過去問やって解き方がわからないという方、そしてもう一つは結構ね、世間に出回ってる共通テストの過去問の解説っていうのはすごくね、もう知識で頭のいい先生が書いてるから、だから頭のいい人の解き方なんです。これはどういうことかって言ったら、知識とか年号とか自分の持ってる全ての知識でパンと解けるんです。解けるんです。共通テスト。でもね、共通テストそのものはそれ求めてません。世の中は。共通テストは、いわゆるね、そういう知識でご利用しをするんじゃなくて、あなたの日本史の理解力を試す試験なんです。1たす1をね、微分で解くことできるそうです。でも私、それ高校時代聞いたことあります。でも誰もそんなことをする人はいません。
それと同じなんです、ね、知識で解くってのは 1+1 は2を微分で解いてるのと同じなんです。でもしその辺のどうやって解説とか分かんないなっていう方のために、今回こちらちょっと宣伝じゃないですけど、最強の共通テスト日本史、こちら Amazon で出してます。 Amazon の Kindle で250円で読めます。それであと、まあ、あのこれペーパーバッグ若干高いです。これあのこれなんか同人誌みたいにね、これその場でアマゾンさんが印刷して送るらしいんでちょっと高いんであれなんですけども、あの Kindle は250円で見れますし、 Kindle のねアンリミッティってのがあります。あれが1ヶ月980円です。980円で読み放題なんで、今後ねこの共通テスト以外にもいろいろ出してます。今ね京都大学出てます、東京大学は2年分出てます、東京大学は3年分出す予定です。あと北海道大学が出てます。それからこれから慶応と立命館やります。今毎日毎日問題解いてます。なんかそういうのがあるので、だからアンリミッティットに1ヶ月だけ入って、してそれでもあの過去問どんどん解いていただいて、それで、もう入試終わったらアンリミッティット解約、これってアマゾンに怒られるの、こんなこと言ったらね、解約しない。その後はあのご自分の読みたい本をあの Kindle Unlimited で、で980円で Kindle の線でしたっけ、やな、そういうような形でやっていただければということで、とにかく過去問演習と自分の抜けてるところを探す、この2つでございます。アイコンさんありがとうね。今開いたらちょうど聞きたい内容でした。よかった、嬉しいですか。もっと嬉しい方法は最初から聞くことです。頑張りましょう。はい、コメントもどうもありがとうございます。ぜひ参考にされてください。もう一つご紹介します。ラジオネーム、夕焼け小焼けさん、ありがとうございます。現在高校3年生になり、当心で金谷先生の授業を受けさせていただいています。先生の授業を時代の流れから年号の覚え方まで逐一メモを取ることで理解度を深めることができています。ありがとうございます。ここで質問なのですが、文化史はいつ頃から始めてどのように固めていけばいいのでしょうか。金谷先生の考え方、正しい勉強法をぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。大事なことは、これから冬から直前にかけては、あの皆さん、私いつも言ってること、これから残された時間で日本史は20点上がります。どうやって上げるか、文化史で10点、それ以外で10点。それ以外っていうのは、あのこれ自分が抜けてるものをさっきも言ったように一問一答とかで見つけて、それでそれを少しでも多く積み重ねていく、過去問をやっていくとどんどん自分の抜けてるところ見つかります。それで積み重ねていく、それでいわゆる文化史以外のところで10点。10点ってのはだいたい1問2点ですから、5問プラスすればいいんです。模擬試験の問題見てください。その中で間違ってる問題があります。その間違ってる問題の中で自分がこれだったらいけそうだなと思うもの、簡単なやつ5問、それできたら10点上がるんです。そういう形です。だから文化史以外で10点、そして文化史はこれから詰められます。文化史で10点やっていただきたいということで、まずはね、なぜと流れとかちょっと宣伝になって申し訳ないですけど、でもね、私の本ってすべてそうなんです。こういう時に皆さんが悩んだり困ったりした時ね、だから私たくさん本書いてるのは何なのかね、印税で大儲けしたい、もちろんそれもございます。大きいですけども、それよりも皆さんが困った時に書店に行ったら困ったものに対応するものがあるということ、それが私のこの本を書いてる一番大きな目的なんです。だから文化史、これなぜと流れさっと読んでいただいて、まず何するか、文化史というのはこの時代にこのこれ、この時代にこれ、この時代にこれみたいにパッ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 と出ることね、まずね、そういう分類分けがしっかりできること、まずなぜと流れで分類分けをしていただきたいということ、その分類分けをした上で、まあその分類分けするときはどうやって分類分けするかというと、この時代はこういう時代だから、浄土教が流行った時代だからこんなものがあった、浄土教が流行った時代だと来迎図が書かれ、阿弥陀堂が作られて、そういうような形ですよね。して、仏像はたくさん大量生産で寄席作りが行われるみたいなような形のもの、ね、そういう形でいわゆる特徴をつかみながら具体例を頭に入れる、そういう作業で文化史って
ていうのは今から追い上げの効く一番重要なアイテムですから、もうぜひとも今からね、逆に言うと本当に先ほどの質問の方もそう、悩んでたら文化史やんなって感じですね。もし文化史が苦手だったら文化史やったら文化史本当30点ぐらい出るんで10点上がりますから、頑張っていただければと思います。どうもありがとうございます。ぜひ参考になさってください。コメントもいただきましてどうもありがとうございます。タイムキープ完璧な1本遅れて、今ちゃんと1本遅れたもんね。すごい完璧だ、いやいや先生ですよ、青木さんと5分くらい遅れてるよもうこの段階で。盛り上げちゃう。いやいやいや、はい、すいません、盛り上げた方がいいです。はい、なんか盛り上げ足りないみたいな。大丈夫よ。なんでそうやってみんなねネガティブになるの世の中。いいの、ネガティブなことは聞いちゃダメなの。もうわかりました。ネガティブになりそうになったら SNS は切る。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、追いかけたくていつも君